おはようございます。速稼塾の久保です。金銭的に豊かになりつつ時間の自由も担保しようと思うと、これはですね、ご自身でビジネスを所有するのが、まあ、私は一番だと思います。そうでない場合、どこかに出勤して誰かに仕事を作ってもらって、その仕事から生まれる作業を毎日毎日こなすということになってしまいますけども、これはですね、フロー型の収入って言って、フロー、要するに流れてしまうんですよね。今日8時間やったことが明日の朝になったらリセットされて、また明日は8時間やらなければならなくなります。場合によってはですね、競合が訪れますから、今日8時間やってダメだったら明日は9時間、そしてその先は10時間11時間と労働の時間を増やしていって、その質をカバーするってことにもなりかねないんですよね。ただビジネスを所有するとどういうことが起きるかと言いますと、ビジネスを所有した瞬間から自分の内側から商品を売ったりとか、自分の媒体を構築したりとかして、自分の売り上げをですね、自分自身で作っていくことができるんですよ。これ具体的に言うとですね、ビジネスを所有するっていうのは大きく2つあります。自分の商品を作って、それをお客様に販売すると。もう一つはですね、自分が影響力を持つ発信をして、そこに集まった方に誰かの商品を売るというアフィリエイトですよね。この両方、いずれかになると思います。で、私がおすすめするのはこの2つを両方兼ね備えた YouTube なんですよね。 YouTube っていうのは発信し続ければ必ず誰かの目に留まります。最初は1人かもしれませんし、10人かもしれません。でもそれが徐々に20人になり、50人になり、100人になっていきます。これはどのぐらい動画を量産するかっていうことと、その動画の内容が視聴者さんの役に立つかっていうことになるわけですね。そして動画のこの内容がですね、視聴者さんの役に立てば信頼が厚くなります。そして、その視聴者さんから見るとですね、どうせ商品を買うんだったら信頼できるこの人から買おうかなっていうふうになるわけなんですよね。そういうふうにして、商品が売れていくっていうメカニズムができます。人はですね、毎日誰かから何かを買ってます。誰かにお金を必ず払ってます。それが電気代なのか水道代なのか、まあ分かりませんけどもね、もしくはなんかエンターテインメントの物品なのか、まあ様々なもの人は買ってますよね。今電気代すらアフィリエイトがあるわけですよ。電気代とか、これから水道代も始まると思いますけどもね、そういうふうな生活必需品やインフラですらアフィリエイト、紹介報酬が得れる中で、しかもこれは継続的ですよね。携帯電話なんてのはよくある話ですよね。格安携帯電話の紹介ビジネスモデルとかね、格安携帯電話の MLM とかね、結構流行ってるみたいですけど、そういうのもあります。ですからね、ビジネスというと何かというと、なんか儲かる商材を売るということだけではないんですよね。もちろん儲かる商材を売るっていうのもありますけども、当然人が消費するべき食品とか飲料とか服とか、それから教育、こういったものを販売してもきちんと紹介報酬を得れるわけですよね。で、自分自身で商品を作って自分自身で販売する、これ相当難しいように思いますけども、実はそんなことないんですよ。例えば掛け算の九九はほとんどの方ができると思います。掛け算の九九を、では掛け算の九九ができない方に販売するというのもありますよね。子供向け番組です。教育テレビっていうものを自分の YouTube でやっていくのはいかがかなと思うんですよね。もちろん NHK にも教育テレビがありますんで、そこでカバーしてない教育っていうのをやるっていう方法があります。多くの方が日本の学校では金融のことを教えてないって言いますけども、だったら YouTube で金融のことをずっと発信し続ければいいんではないかなと思ったりするわけですよね。まさにね、この教育コンテンツっていうのはものすごく売り上げを作ってくれて、例えばですね、食いつなげなくなった予備校講師が大学受験のための講義を YouTube でやるとものすごく再生されるんですよね。そして大学受験っていうのは翌年もあります、その次もあります、毎年あります。ですんで毎年再生されるということになって、ビッグコンテンツ、大きな収入源になるということになりましたね。そして予備校を通じずに自分の勉強会に参加する人募集という形で、個別にですね、参加費を募ることもできます。これがまあビジネスモデルなわけなんですよ。まあ、はっきり言ってね、誰でも商品を作って誰でもビジネスを展開することができるわけなんですよね。まだ詳しいことはね、次回の放送でお送りしようと思いますけども、参考になれば幸いでございます。それではね、今回は一旦失礼します。